海自衛最新鋭潜水艦ジンゲイの就役間近に迫り、海上試験完了との情報をキャッチしまいた。今回は、リチウムイオン潜水艦5番艦となるジンゲイを詳しく見ていきます。タイゲイ型潜水艦は乗組員ですら驚く性能だったようです。22隻体制になり、古い潜水艦の退役が予想されますが、オーストラリアにでも輸出してもいいのではないのかな。またはフィリピンなどにね。中国の脅威がフィリピンには特に当たりが強いように感じます。2024年も早くも2月を迎え、海上自衛隊では最新鋭の通常動力型の攻撃型潜水艦タイゲイ型の3番艦で、昨年2022年10月に命名式と進水式を行い、ジンゲイと名付けられた同艦を来月3月から就役させる予定となっている。ジンゲイはタイゲイ型潜水艦の3番艦として三菱重工業者の神戸造船所で建造が行われた艦で、起工が2020年4月、そして進水が前述したように、一昨年の2022年10月、以後、複数の就役に必要なテストが行われてきた。ジンゲイは、迅速なクジラを意味するネーミングとなっており、1番艦の大きなクジラの湯のタイゲイ、2番艦の白いクジラの湯のワクゲイに続くものだが、旧海軍での命名実績はない形式のものである。ジンゲイの建造を担当した三菱重工業者の神戸造船所としては、太平洋戦争後の海上自衛隊向けの潜水艦として、記念すべき30隻目に該当する艦艇でもあり、その実戦配備先も注目を集めている状況だ。現在の海上自衛隊においては、潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、その内訳は、2024年2月の現時点では、最古参の親潮型が8隻、前級の総竜型が12隻、タイゲイ型が2隻で構成されている。これら実戦配備についている22隻の潜水艦の他に、海上自衛隊では、最古参の親潮型の2番艦の満潮と、同4番艦の増潮を練習潜水艦として2隻を残しており、ジンゲイの就役で、その体制もにも変更が生じると思われる。順当に考えれば、最古参の親潮型で現在実戦配備中の3番艦渦潮が代わりに外れる線が濃厚だと考えられ、同艦は神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に配備されている艦艇だ。そのためジンゲイもそのままスライド就役をするということとなり、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に実戦配備されると見るのが妥当との意見が大勢を占めているように見える。タイゲイ型は最終的に何隻が建造されるのかは現時点では判明していないが、今回の来月2024年3月にジンゲイが就役を果たすと、残る最古参の親潮型の実戦配備数は7隻となり、これを同数で代替する場合は11隻となるのだろう。親潮型も総数では11隻が建造されているため、この予測は妥当な線だと考えられるが、昨今の日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを考慮し、かつ防衛予算案の拡大基調が続くとすれば、さらなる体制増の可能性も浮上するかもしれない。しかしいずれにせよ、タイゲイ型は前級にあたる総竜型のコンセプトを継承し、発展改良を加えたモデルであるため、次級では設計を一新した新型潜水艦が建造されることとなるのではないかと予想される。さて、現在の海上自衛隊で実戦配備中の3種の潜水艦は、機関構成という点では大きく3つに分かれており、それらは基本的には重機にディーゼル機関を据え、水中航行時にはバッテリーでモーター駆動させる通常動力型となっている。親潮型の場合は、これがディーゼル機関と鉛製バッテリーモーターというディーゼルエレクトリック方式であり、実にこの仕様は第一次世界大戦で潜水艦が実用化されて以来続けられてきた通常動力型の基本形といえよう。前級の総竜型では1番艦の総竜から10番艦の小竜までの10隻で、ディーゼル機関と鉛製バッテリー
モーターに、さらにスターリング機関を加味したディーゼルエレクトリック方式となっていた。これは、なんとか、通常動力型潜水艦の泣きどころともいえる水中航行時の駆動時間や距離の改善を図るべく導入された機関構成であり、通常動力型の潜水艦としては、トレンドであった非対機依存推進を実現させたものだった。そう、流型で10番艦までに採用され搭載されたスターリング機関は、スウェーデンは、コックムス社社製の 4V275 ラウンド、マークアイアイアイを川崎重工業者がライセンス生産したものあり、これを4機実装している状態である。ただし、非対機依存推進を実現し、水中航行時の航続時間や航続距離を向上させる目的で導入された 4V275 ラウンドマークアイアイアイスターリング機関ではあったが、その大きの割に出力は低く、単独での水中航行速度は最大でも5ノット程度であった。鉛製のバッテリーを使用した航行であれば、最大で20ノットほどの水中速力を当時から発揮可能であり、さらに GS 湯浅社が開発したリチウムイオンバッテリーの実用化の目途が立つと、4V275 ラウンド、マークアイアイアイ、スターリング機関の優位性は、失われた形となった。このため、そう、流型の11番艦、欧流以降、現在の最新鋭の大芸型まで、その機関構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリー、モーターというディーゼルエレクトリック方式に改められ、今日に至っている。最近でもリチウムイオンバッテリーを搭載した中国の電気自動車が頻繁に発火事故を起こしているニュースを連続で目にしたことがあったが、そもそもリチウムイオンバッテリーは鉛製に比べ格段に発火しやすいという難点があった。しかし、日本の GE 湯浅社の技術力や潜水艦本体の設計を一手に手掛ける三菱重工業者の安全設備を考慮した仕様によって、そう、流型の最後機分の2隻と大芸型は、実用的な通常動力型潜水艦として、その量産化を成功させている。リチウムイオンバッテリーは、従来までの鉛製のバッテリーに比して、高いエネルギー密度を発揮可能な上、大電流、大電圧の持続時間も向上、加えて、短時間での充電と反復使用でも劣化しにくいという利点を生み出している。もともと、そう、流型の前期型の10隻のディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターに、さらに、スターリング機関搭載という機関構成は、機構的に複雑な側面を抱え、実運用上で、それぞれの残量を個別に管理する必要があり、負担が大きかったとされている。加えて、スターリング機関の運用のためには、陸上に、専用の設備を確保する必要があり、運用するにあたってのメンテナンス性にも大きな負担が必要であったことも、リチウムイオンバッテリーの採用で不要となった。こうして、今は最新型のジンゲイの実戦配備を目前に控え、リチウムイオンバッテリーを搭載するディーゼルエレクトリック方式を標準の機関構成としつつある海上自衛隊の潜水艦だが、次世代はさらに変わる可能性がある。これは、そう、流型の建造時にも並行して研究が続けられていたという燃料電池方式であり、その性能と安定性が担保されれば、リチウムイオンバッテリーに代わって搭載が進められる可能性があるだろう。日本の軍事関連の一部の報道の中では、現在のリチウムイオンバッテリーの実用化によって、海上自衛隊の潜水艦の連続航行能力は飛躍的に向上し、これまでのような特定の海域での待ち伏せに止まらない運用が可能となるとの声も聞かれた。しかし、現実的に見れば、今のリチウムイオンバッテリー搭載の大芸型等でも、水中の最大速度は、やはり20ノットほどが限界であり、原子力推進を採用した潜水艦が、軒並み30ノット前後の速力を発揮可能なこととは、大きな隔たりがある。したがって、個人的には、今以上に、リチウムイオンバッテリーの能力が向上したり、燃料電池方式が実用化されたとしても、原子力推進型のような水中速度は発揮不可能なため、チョークポイントにおける待ち伏せ戦法には変化はないと考えている。これを根本的に改善するには、やはり原子力推進の採用しか現実的な解決策はないと思うのだが、
原子力推進型の攻撃型潜水艦を建造し、維持するコストは、通常動力型とは比較にならないほど莫大であり、費用対効果をよく考える必要があるだろう。スターリングエンジンも良かったですが、低出力がネックとなり、現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更、高出力のバッテリー搭載が可能となりました。リチウムイオンバッテリーの進化は、今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいですね。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージですが、もはや、エネルギー資源が、地球からどんどんなくなっていることも関係しているのでしょうか。巷ではサスティナブルが謳われていますが、この影響が、潜水艦にまで響いていると思うと、なんだか不思議な感覚です。海自の、そう、流型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能と言われています。その、そう、流型をさらに発展させた、タイゲイ型潜水艦の一番艦タイゲイが、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において、無事に進水しました。この、タイゲイ破損、流型より、喫水船は、見えぬほど深いそうです。排水量も、50トン上回るとのことで、海自としては、最も大きい潜水艦になります。艦名のタイゲイですが、漢字で書くと、大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、縁起の良い水晶動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青竜となります。この名前は、太平洋戦争で活躍した、大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラにも、そういう歴史があるのでは?と思いますよね。その通り、大クジラも、大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは、攻撃用というより、洋上で、潜水艦への補給や、乗組員の休養などの役目を担っていた、艦艇です。時には、潜水艦隊の旗艦になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に航空母艦劉邦に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を執ったのが、悲劇の南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまいました。海戦の責任を問われた南雲中将は、それでも、ソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けた、サイパンの司令部で自決しました。どうしても、山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰には、こういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。戦争では、このような、陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうですね。劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、世紀の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の五軍港で、防空砲台として使用され、
1945年、昭和20年、日本が敗戦した、1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦体現波、翁竜や東竜にも採用されている、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているので、双流型2冠より、さらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2冠には今までのスターリングエンジンは載せませんでした。もっとも、最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は、1隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため、643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えましたが、馬力は減ったと言われます。なぜなら、スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、翁竜や東竜は、公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちます。しかし、リチウムイオン蓄電池には、高率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。エネルギーを使用せずに、蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうですしね。ですから、中速から高速での長時間潜航が可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上。満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても、電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。体現波、部分単柄構造になっていて、ハモキ型のフォルムをしていますが、船体構造にも、新しい発想を取り入れています。一例ですが、浮き課題と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、流型よりも一層静粛性が高くなっているのです。体現型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。直近は、女性の海上自衛隊員も増えましたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなりましたが、女性用の寝室があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうですね。体現には、この他に情報処理システムCNISTARが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双流型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。
18式長魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている通常型潜水艦では、日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は、補給なしで、半永久的に原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲用水として、海水の淡水化なども、艦内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には、巨額の費用がかかりますし、敗戦後の処理に、頭を抱える国が多いことは、知られている事実です。それでも韓国は、作りたいんでしょうか。最近は、韓国の軍事力や防衛力が、増加傾向にありますが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった、貪欲な姿勢から、生まれるのでしょうか。日本にも、原潜をという意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると、必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。騒音を、敵のソナーに探知され行き、原潜に、巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている、無人潜水艦開発に当てた方が、いいのではないかと思われます。ロシア・ウクライナ戦争でも、顕著に現れている通り、戦いや防衛において、人員不足は、深刻な問題になっています。だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間も、もちろん人員も削減できそうですよね。世界各国では、無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て、原子力潜水艦にこだわる必要は、ほとんどありません。日本も、早く世界に倣って、無人潜水艦の開発を進めてほしいものですね。